アレクサンドル・グリシチュークは、モスクワ出身のチェスのグランドマスターである。キャリア最高のレーティングは、2009年1月の2733。2000年の世界チェス選手権で準決勝に進出し、2004年の世界チェス選手権では準々決勝で、ルーシュタム・ケイシンゲノーブに3から1で敗れた。二千五年のチェスワールドカップで、ベスト十二入賞し、二千七年のキャンディデッツ、 トーナメントへの出場権を獲得した。ウラジミール・マラウハブにプラス2から0イコール3で勝利し、セルゲイ・ルーベルフスキーにはプラス2から0イコール1で、プレイオフの末に勝利してベスト8に残り、2007年の世界チェス選手権への出場を決めたが、この大会では8人中再会であった。グリシチュークはチェスの強豪であるとともに、 スピードチェスの第一人者の一人としても知られ、かつてはインターネットチェスクラブで最高レートも記録した。2006年にはイスラエルのリションレジオンで行われた世界スピードチェス選手権で10勝して優勝した。グリシチュークはウクライナのウーマングランドマスターであるナタリア・ジューコバと結婚している。2001年、グリシチュクは当時のトッププレイヤーであったエフゲニー・バーレールを わずか17手で破っている。グリシャック VS バーレール2001ポジションアフター17クスロックこの後は、例えば次のように続き、クイーンがロックされる。ありがとうございます。